今このメインの素材と白とグレーの布を買ったんですけども、はい、一つ見落としていました。え、どこですか？このヘッドドレスに模様がついているのでレースが必要なんですね。確かについてる。すごい。これも布ということですか？ですね。なるほど、わかりました。こういうこの辺ですかね。なるほど。これをさっきの黒い一番最初に買った生地にかぶせるということですね。そうです。なるほど。そうすると模様が浮き出てあたかもプリントされてるような感じになるんですね。なるほど、セルフプリント的な。それですこれですって皆さん、これです。あ、知ってるわって感じですか？すいませんいまいちちゃんとね理解が難しかったんですけど、ここだと2つの黒のレースがあるみたいです。はい、これは好みですね。小花柄、ちっちゃい方ってことですね。そうですね。なるほど。ちょっと派手な感じの、はい、あ、ちょっと大きめサイズになるんですね。はい、2種類があるみたいなんですけども、これはどっちだろう。でもちょっとちっちゃい部分ですよね、見えるとしても。こう、そうですね、一部ってことはこの部分とかもこれはレースとかになるんですか？そうですね、重ねて作ろうかなと思います。じゃあこれとこれは一緒？そうですね。学びましたねだったら私的にはですね、はい、大きい方が好みなんですけれども、はい、ただ頭の方につけるんだったらちっちゃい方がなんか可愛いのかなって思うんですけれども、はい、先生はどっちがいいと思いますかそうですね、よく見てみると、はい、これバラのプリントがちょっと見えるのかなっていうって思うと、ドンピシャではないんですけど、はい、この柄がちょっと近いかなとも思いつつ。確かにバラ感はこっちの方がありますね。ね、なるほど、じゃあこれにしましょう。じゃあこちらに決定ということで。はい。次はどこに行ってるんでしょうか？次はリボン売り場に来ました。おお、本当だ、いっぱいある。ここですね。じゃあここでしずくたんが使ってるですね。なるほど、胸元とかのリボンを探していくということですね。はい、まあ、基本的には、はい、まあ、この辺か、はい、結構細めのところ行きますね。そうですね、この太さのレースアップ、はい、ここのね、はいはい、かこの太さのレースアップ、あ、これこの半分が細さ。そうですね、なるほどなるほど、っていうところなんですけど、しずくたん、それはどれぐらいなんだい？どっちがいいですか？でも結構今までリアルめで来てますよね。エプロンもリアルめで来てる感じでしたよね。そうですね。じゃあこっちの細い方にしちゃいます。大丈夫かな大丈夫だと思います、はい、私もこっちがいいかなと思ってたので。よかった、はい、じゃあこれにします。優しい。わ、ここにもそうなんです。あったお時間短縮のためにも、はいはい、この辺を使ってもいいのかなって思いました。なんか一つこの多分アニメーターさんのこだわりなのかなと思ったのが、ほう、ここの素材とここの素材とここの素材が一緒だなって今気づいちゃいました。確かにバラのレースがあしらわれてる感じが。なのでお揃いをするならこの素材を使った方がリアリティは増すのかなとも思いつつ、でもどうなんだろう、重ねて作るという手も。ああ、なるほど。どうで、初心者的にはどれがいいんですかね？初心者的にはね、これ使った方が楽なんですよ。ああ、やっぱりそうなんですね。石毛さんどうします？どうしよう、本当にこれ私の一声で石毛さんの苦労がまた増えるってやつですよね。そうですね。いや、なんかめっちゃ見てたんですよ、私もこれだなと、はい、そうだけど大変そうじゃないですか一回チャレンジしてみて、で作ってる過程で難しいなって思ったらちょっとまたそれ考えましょうか。そうしましょう、うん、そうね、そうします。石毛さん頑張ってほしいな。でもじゃあ念のため、はい、買っといていきましょうかね。はい、そうします。はい生地は一通り揃いましたがですね、今回の企画でとっても大事なもの、
ミシンを選びたいと思います。すごいミシンもなんかいろいろとボタンがたくさんついているんですね。そうなんです。これ使いやすいんですか、はい、こういうのがある方がこの例えばこういうパターンですね。はい、これは飾り縫いというものができる機能になってまして、はい、それを選択するときにピピピッと、はい、そういうことですか、うん、じゃあこれが多ければ多いほどなんかいろんな縫い方ができるということですね。そうですね。どれがいいんだろう。あの多分石毛さんもミシン長らく触ってないって言ってたんですよ、はい、だから初心者でも触りやすいミシンがいいのかなって思っておりまして。でどれですかね。たら、はい、あんまり機能がついてない方が逆に使いやすいかもしれないです。あ、惑わされないみたいな。そうですね。なるほどなるほど。多分これこの子かこの子でいいと思うんですよね。安いし。ではどのミシンにしますか。まあ、石毛さんなのでやっぱこっちのふわふわのお花も可愛いんですが、青のちょっとキラッとかっこいい感じのミシンの方にしようかなと思います。どうですか石毛さん。いいよって言ってくれてる気がします。ありがとうございます。じゃあ石毛さんの相棒はこのミシンくんにします。というわけで湯沢屋さんから生地やその他もろもろ買ってきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこれが見てください。これ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 皆さん、あの僕の目の前にミシンがあるんですけど、これもこれが石毛さんの相棒です。ありがとうございます。相棒友達です。私が選ばせていただきました。もちろん先生のアドバイスを元になんですけど、はい、選ばせていただきまして、あのねミシンさんのお名前がブラザーって言うんですよ、うん、はい、いい感じでしょ。いい感じ。よかった。めちゃめちゃいい感じです。もうやっぱ相棒ですから。はい、相棒ですから、ヘイブラザーって。これから数ヶ月一緒に共にしてください。生活をさせていただきて、はい、生活するのこれ。はい、一緒に寝ていただいて。そうですね、はい、一緒に寝てながら作って過ごしてくださいませ。過ごさせていただきたいと思います。はい。そしてです ね、この目の前にもたくさんあるんですけど、はい、生地を買ってきました。すごいいっぱいありますね。そう、いっぱいあるんです。広げた。どんどん開けてみてください。はあはあはあ、めちゃめちゃ厚みがあっていいですねこれ。高級感と重厚感が表現できるっていう布地になってます、うん、重厚感ですよ。これがそうですよ。これが重厚感です、ね、あのこのね黒のレースが、はいはいはい、あのあれですレースですレースです。あれです、あの頭のカチューシャだったりとか、はい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 、なんかあの何でしたっけ先生ここの2段目のスカートのところと、そうですそうです、ヘッドドレスと、そうですそうです、ここの胸元のレースの部分、そうですそうです、ちっちゃく模様が入ってるんですよね。そうなんですよね。そうそうなんですよそうなんですよ。実はあったんですよ。めちゃめちゃ細かいそう細かいんです。それを再現するためにこういう風にね布を重ねてその柄を表現しようかなというところで、もうこの時点で可愛らしいイメージが作れるのかなっていうところですね。この重ねたらちょっとイメージできますね。そうなんですよ。私も説明を受けてようやくわかります途中までちょっと理解ができてなかったんですけど、なるほど。いやただ布だけ見たらやっぱちょっとわかんないですね。というわけで作る衣装も決まり、生地も買って、はい、相棒のミシンも揃いました、はい、全てもう揃ってますよ。揃いました。あとは1ヶ月後型紙ができた後にいよいよ本格的な服作りが始まります、はい、ということで頑張りますね。うらなしちゃっちゃっちゃそうですね。その前に、はい、まだなんか何でしょう。鶴田さんの採寸を行いましょう。ああそうだったわ。みんな出てってください。はい、頭ちっちゃい。本当ですか。頭ちっちゃいです。本当ですか。頭のサイズの標準とか知らないんであれなんですけど、いや脳みそがスカスカなんで。そんな小顔なんで